沖縄はいさーいずっと爆睡してましたよ。あの飛行機も爆睡し、ここに来るまでの車も爆睡し、起きてようと思っていろいろ歌歌ったりね、お菓子食べたりしてたんですけど、あ、気づいたらついてまして氷島、氷島に氷島こう差し掛かったぐらいのところに、見て綺麗だよって言ったらね、嘘綺麗、でもすごい、この距離でわかります、水が綺麗そう、すごい青いし砂浜がもう見えるし、しかも何よりびっくりなのが、今11月半ばなのに俺たち半袖、カンタ君ですら半袖でも涼しい、風があるから涼しい、沖縄、沖縄にやってまいりました。乾いたこの他のセリフですよ、知らないんですか急な音楽ずっと家に引きこもってたの、久しぶりのこの壮大な感じついてきます普段塾物語のマーガレットのセリフを叫んでたら、スタッフさんにお宅にはかなわねえって言われましたじゃあもう一回やって、青い空、白い雲、緑のワカメ、ワカメ青春だ。今のところ沖縄感この衣装でしかまだ感じていません。オレンジのやつがなかったからね。太陽が好きな茶色の好きな感じのオレンジがなかったので好きな感じの茶色にしました。いいでしょ？うん、私俺っぽいでしょ？ここは何ですか、どこですか。ここは小売島という、小売島です。めちゃくちゃ綺麗なんです。そうです、そうです、久しぶりけど、あの、あ、どうもハイサイ、ハイサイですよ、中長くら自分の地元にメンバーが来てくれてるというか、まだ夢見てる感じですなんか幻みたい、まさかみんなで来れると思ってなかったけどちょっと俺ね、しっかりとした紫がなくて、こうこのワンポイントがいっぱい入ってるやつを選んだんですけど、なんか見た時に、あ、これって思ったんですけど、黒だ紫がないって思ったけどでもなんかみんなも結構なんかこうリアクション見るの楽しくて、沖縄ソングを流してましたまずアンマーから流し最高、アンマー流した瞬間に小太郎が後ろで なぜか泣いてるっていう、泣いてた、誰あれ？言えないよ。ライブやん。そうそうそう。あの時なんてまさかね、本当に行けるのかって思ってましたけど、本当に来ちゃったよ。来ちゃいましたね。来ちゃいました。来ちゃいましたよ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 。海と砂浜走りたいっすか、走ってみようね、なんでちょ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 、なんで吉村がかわいくなっちゃってるの、追いかける側じゃなくて逃げる側かよ違う違う、アランハザン、今日の天候はどうですか、取りやすいです、最悪です、風が風が苦手なんで、だから押さえて、みんなちょっと並んでよ、みんな接しようぜ、ちょっと並んでよ、あ、でもなんか意外と風が打ち切れてなんかこう吉村太陽こう、これ自分のカメラじゃない、何これ設定もしてないじゃんダーリンは私の言うこと信じて、あっちが働くだけ朝から晩まで適応ラッキーなんだよっしゃ、取るの、よっしゃ、行くぞ、分かりやすい
はいはいはい、よく課題もなかったよね。あ、いいんじゃない。あ、めっちゃなんかいいね。やばいね。こういうの見つけたくなっちゃうんですよ。ビーチグラスね、この。かわいい。これね、サンゴでしょ、サンゴ。集体恐怖症なんで、ちょっとこれ。今ちょっとゾワゾワゾワ。触れちゃいけない。怖い。これは何になるの？ YouTube。 どうも、青色担当話のリクです。確かにピンク色担当のクリムザー琴奈です。よろしくお願いします。二人合わせてトムとジェリーです。はい。そしてオレンジ色担当の天童太陽です。茶色担当です。茶色担当です。イエーイ。だって俺も茶色の服あげたもん。はい。似合ってるよ。でもいけいけ。ドナルドみたいな。かっこよ。ちょっとこっち来れる。お兄さん、これのスピン。あ、多分行ったことは言っていいけど。どうしよう。綺麗な歩き方。甘よ。楽しむぞ。ここからはチュラミ水族館に向かいたいと思います。チュラミ水族館に向かうよね。なんかその下手な Vlog。 ここからはチュラミ水族館に向かいたいと思います。はい、ちょっとジャンプします。せーのって言ったら。せーのってダンで。じゃあチュラミ水族館まで。せーの。オッケー。絶対忘れないようにしないのね。はい、チュラミでもちゃんとやりましょう。これ絶対使ってください。かわいい。かわいい。影入っちゃうからいけない。取れるかもって思ったら。アランのことはリクが取った。リクいやー、なんくるないさ。行きますか。行きますか。はい、ではチュラ海へ、チュラ海水族館へ、チュラー。